立命館大学行ってみたいと思います。本日の長文の全体図はこちら。段落は6つ。そして設問形式はこういう感じになっておりますので、合計13問頑張っていきましょう。すみません、第1段落前半でございます。皆さん、こちら注釈を参考にしながらですね、話の全体像を把握していただくために一読をお願いいたします。皆さん、まずこちらの下線部、あの設問の指示ですね、こちらも一読をお願いいたします。すみません、選択肢こちらでございますので、このディスが指すものですね、一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さん、このあたりを言ってる選択肢がありますよね。悲しいとか幸せとか恐怖を感じていると。ですから正解は1番ですよね。もちろん2であればヤングピープルの話がないですし、3番テクノロジーの進歩が継続しているか、例えば A ができたら B ができて、 B ができたら C ができてというステップを踏んでる様子はないですからね。そして皆さん、4番も人工知能の話はないですね。ですから様々な感情を示している1番が正解ですね。さあ、第1段落後半でございます。皆さん、こちら注釈を参考にしながら一読をお願いいたします。さあ、皆さん、こちら空欄 A ですね。皆さん、設問の指示を確認していただいて、で、選択肢こちら4つですからね、検討していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、読んでみるとですね、出会う人たちとうにゃうにゃ、その出会う人たちが例えばサムワンみたいな感じで言い換えられてますね。ですから空欄 A と対応するのはこの交流するじゃないですかね。つまり人と付き合うことですね。そして皆さん、絆を強める話も書いてますね。でもここまで行ったらなんかいい回見つかりそうですね。もちろん4番のコネクションズ、つながりを作るんですね。ですから人と交流したり絆を強めるということは、つながりが持ててる様子と一緒ですね。で、もちろん1番モデルを開発するとか、2番研究している様子、3番意見交換ですね。そのあたりの言い換えは特に書いてませんからね。ですから4番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて空所 B でございます。選択肢の中から1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、読んでみると、感情はするイカを通してうにゃうにゃするもの、もちろんそれで考えていただいてもよろしいでしょうし、実は感情こちらにも書いてますからね。ですから感情は表すもの、示すもの、外に出すものという話がこちらに入ってくるはずですね。つまりディスプレイの言い換え。ですから正解は3番の reveal、 明らかにする。実はそれが皆さん、このディスプレイと言ってること同じですよね。ですから1番のバランスが取れてるとか、2番除外で4番復活、全く言い換えがないですね。ですから3番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて第2段落でございます。こちら空所 C ですね。それに入れるものをこちら選択肢4つの中から選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さん、これはもう日本とヨーロッパでいけそうですね。皆さん、この立命館大学以外でもちょくちょくお話はさせていただいておりますが、対比の関係ですよね。ですから前置詞in とつながって、なおかつ対比、それを意味している選択肢と言われたら、もちろん4番ですよね。一方でという意味でよろしかったかと思います。対比ですね。でもちろん1番であればどちらかのケースと書いてますが、そういう話はないですね。2番は実際、3番は言い換えれば。ですからやはり対比の関係を示しているのは4番しかないですね。皆さん、続いて下線部 E でございます。それが指しているものをこちら選択肢4つの中から選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、下線部 E は Deeds と書いておりますので、直前の内容ですよね。ですから買い物に行けない人に対して食べ物を注文したり、高齢者に対してサポートを提供する話がありますね。皆さん、それで選択肢いけそうですね。ですから正解は2番ですよね。まさに人を助けてる様子が伺えますね。で、もちろん1番の科学的進歩、3番の研究、4番の体の動き、そういう話はないですので、やっぱり2番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、第3段落前半でございます。こちら注釈を見ながらですね、まずは一読をお願いいたします。まず皆さん、こちら空所 D ですね。これに入るものをこちら4つの中から1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。これはどういう反応なのかということなんですが、
実は空所の右側に例えばカメラを使って推測見積もるんですね。でどれほど近いのか、そして皆さん感知器ですね、センサーを使って探知する。でどれほどインタラクティブな状況になっているのかを探知するんですね。皆さんそれで選択肢いけそうですね。ですから正解は2番ですよね。まさに適切に反応している様子が伺えますね。もちろん1番だったら攻撃的、まあ、喧嘩でも打ってんのかと。で3番競争してないですね。で4番無意識、これはかなり意識的に動いてくれてますね。ですからやっぱり2番が正解ということでよろしいかと思います。さみさん段落後半でございます。今度はこちら下線部うですね。これが指しているものをこちら4つの中から選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さんこれはディスと書いておりますので直前でいけそうですね。つまり様々な人との交流ですから3番もそのまんまですよね。でもちろん1番環境とか、2番あらかじめプログラムされた行動で、4番ビデオカメラとかセンサー、そういう話は直前にないですね。ですから3番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん続いての段落なんですが、こちら下線部 A ですね。これにざっとと書いておりますので、まあ、普通はその上の方を指すはずだということですので、ひとまずこの選択肢4つの中から1つ正しいものを選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さんおそらく最大のヒントはこの二重防線部のところではないかなという感じがいたします。自分の環境、身の回りの状況を explore、 探求する、探索するという話ですね。そして皆さんこのあたりもそうですね。自分の身の回りで何が起こってるのか、ですから正解は4番ですよね。周囲の環境としっかり書いておりますのでいけそうですね。でもちろん1番だったら人間の仲間で、2番だったらロボットの存在で、3番、このあたりはこのあたりにいけそうな感じがするんですが、実は記憶するという話はないですね。ですから4番が正解ということでよろしいかと思います。サミさん第4段落全体でございます。一読していただいた後、この空欄 E ですね、選択肢4つの中から正しいものを1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。実はこれは空所の前後の表現の関係性でいけそうですね。空所の左側はこれですね、自立しているロボット。で皆さん空所の右側はニーディーでいけそうですね。必要、いろんなものを要求するんですね。つまり自立していないんですね。ですから必要必要、欲しい欲しいって言ってるロボットです。ですから前後はこれですよね、対比。その対比の関係を示す選択肢と言われたら4番の Whereas、 一方でということでよろしいかと思います。もちろん1番はコンセラリングですから考慮に入れると、2番はうにゃうにゃするために、で3番はもしうにゃうにゃなければということで、前後対比の関係を示しているのは Whereas、 4番しかないですね。さあ皆さん第5段落でございます。こちら注釈に気をつけながら一読していただけるとよろしいかと思います。でそのためにね、この空所 F 考えていただけるとよろしいかと思います。皆さんこれ空所の右側に Have not yet、 否定語がありますね。そして右側 SV 読み進めていくと Kept、 肯定されてますね。ですから肯定と否定で反対ですよね。で皆さんそれで選択肢いくと、もちろん正解は4番ですよね。うにゃうにゃする一方でということで、対比の関係ですよね。もちろん because はうにゃうにゃなので、で2番は結論付けるんですね。で3番はうにゃうにゃと同様ですから、やはり否定と肯定の対比関係、それを示すのは4番しかないですね。さあ皆さん最終段落前半でございます。まず皆さん一読していただいて、今度は空欄 G ですね。選択肢4つの中から新しいものを1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さんこれ空所の左側のプロジェクトチームがですね、その次の文章をプロジェクトのメンバーというところで言い換えられてますね。そうすると皆さんこちらの右側、これですね、バジット予算、その予算の言い換えが選択肢の中に見つかりますよね。ですから正解は2番ですよね。ファンディット、資金提供をするんですね。だからこそ皆さん予算がちゃんと立つんですね。でもちろん1番評価する、3番監視する、4番信頼する、これらの言い換えはないですね。ですからお金関係でバジットの言い換え、2番が正解です。さあ先ほどの続きでございます。こちら下線部 O でございます。
それが指しているものをこちら選択肢4つの中から1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。で、さん、ざっとと書いておりますので直前でよろしいですよね。特に皆さん、医学への応用って書いてますね。ですから1番だったらチルドレンに限定することはできないですね。で、同じように3番も病院のスタッフ限定できませんね。で、4番も患者の話は出てこないですね。ですからあくまでも医学への応用でございますので2番が正解ですよね。そしたら最後の部分でございます。こちら空欄 H、 選択肢4つの中から選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、どういうロボットなのかという話なんですが、皆さん、次の文章、ゼイでつながっておりますので、この右側見ていただけるとよろしいかと思います。皆さん、まず一つ目は、子供たちが治療を理解すると書いてますね。それの手助けをすると。そして、さらには、しなくちゃいけないことを説明するんですね。そして、皆さん、様々な課題に対して人間を助けるんですね。そう言ってる選択肢がありますよね。もちろん正解は3番ですよね。役割と書いておりますので、理解したり説明したり助けたり、それが役割に言い換えられてますよね。もちろん1番の心配はここには書いてるんですが、皆さんレスで否定されてますね。皆さん、この説明も一応ここには書いてるんですが、皆さん説明だけではないですからね。で、4番も大きさの話はないですね。ですからやっぱり役割の言い換えということで3番が正解です。すみません、立命館お疲れ様でございました。皆さん、説問を振り返ってみたいと思います。特に皆さん、最後の問題は記憶にあるかと思いますので、なぜロールズが正解になったのか。もちろんそれは理解を助ける、説明をする、そして人を助ける。で、皆さん、こういうロボットの動きを見て、ああ、これはロボットの役割を示してるよねと思ってロールズを選んだかと思います。ですから皆さんの頭の中にはこれですよね、言い換え可能だと思えたからロールズが正解だと判断できたわけです。ですから他の動画でもお伝えはしておりますが、言い換えを探していただけるとよろしいかと思います。そしてその際にヒントになってくるのが、いや、もっと言うと正解にもなり得ますけども、 In the meantime、 一方で反対でしたね。そしてWhile とか Whereas、 これもうにゃりゃだが一方でという感じでよろしかったかと思います。ですから対比を意識して問題に取り組んでいただけますと、成果にたどり着く可能性が高まりますね。ですから言い換え可能と対比、これを意識して今日も頑張りましょう。